皆さんどうもこんにちは。今回ご紹介するのはゲーム界で最も有名なセリフ、ネットや SNS で見かけるけど元ネタをよく知らないという疑問をこの動画で解消してください。では行きましょう。大丈夫だ、問題ない。エルシャダイ、主人公イーノックのセリフとして登場。このゲームの冒頭のムービーにおいて、イーノックの相棒であるルシフェルというキャラクターが、そんな装備で大丈夫かと聞くのに対するイーノックの返事がこのセリフ。そんな装備で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。イーノクはこの時古代ギリシャの重装歩兵のものと似た鎧を身にまとっており、意気揚々と敵陣に切り込むわけですが、そんな装備では敵の猛攻に耐えられず、あえなく鎧を破壊されてしまいます。絶体絶命の危機に陥ったイーノクは、神の采配によって死ぬことはなく、時間を巻き戻って同じ戦いに再び挑むことになります。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。そしてルシフェルから再度、そんな装備で大丈夫かと問われたイーノクは、今度は一番いいのを頼むと答え、敵を打ち破るための鎧を手に入れることになりました。イーノク、そんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。このそんな装備で大丈夫かから大丈夫だ問題ない、あるいは一番いいのを頼むと続く一連の流れには、まるで前振りをした後のオチで締めるような漫才のようなシュールなおかしさがあったため、2010年代初頭インターネットで広く流行しました。決まりは通さない。召喚士は通す、ガードも通す、決まりは通さない。決まりは通さないはファイナルファンタジー10に登場するセリフ。ユーナのガードを務めるロンゾ族の男、身長204センチの決まり、額の角が折れているのは10年前に同族の男ヴィランとの戦いに敗れたものの、決して負けを認めなかったために激怒したヴィランに折られてしまったことが原因であり、このことを恥じてロンゾ族の住むガガゼト山を離れた決まり。再びこの山に訪れた一行、ユーナたちが反逆者の汚名を着せられてもなお揺るがぬ覚悟を目の当たりにしたロンゾ族は道を譲りますが、過去この決まりの弱さを知るヴィランとエンケは、決まりだけは通さない、ヴィランが言ったセリフ。決まりは村から出て行ってしまったことでロンゾ族としては育児なしと捉えられており、たとえ歴戦のガードと称しても、そんな育児なしにこの先を通すわけにはいかないという事情が重なっていることで言われてしまったセリフなのですが、そもそも本作では決まりの設定があまり語られない上、ロンゾの使命とやらが直前まで一言も出てきておらず、それまでにザナルガンドはともかく、ガガゼト山についてはあまり言及されない上、決まりと違いヴィランとエンケの言動の方が品のない親分と子分に近い上に、2対1を強要してくるため、初見ではただのいじめにも見えるせいで、このセリフは決まりのいじりネタとして使われることになってしまいました。またスマホゲームファイナルファンタジーレコードキーパーのファイナルファンタジー10イベントのガガゼト山のダンジョンにおいては、第1ステージ名が召喚士は通す、第2ステージ名ガードも通す、第3ステージ名決まりは通さないというセリフがそのままダンジョン名になっている始末。影がつく割と中途半端な性能の決まり。現在ではネットで決まりと検索すると、決まりは通さないがキーワードに入ってくるほどに人気のセリフとなってしまいました。サラマンダーより早い。このセリフはスクエアから発売されたゲームバハムートラグーンのヒロインであるヨヨが放った強烈な一言で、主人公のサラマンダーに乗り、とっても速いと感激していたものの、その後敵国の将軍パルパレオスのドラゴンに乗った際に、サラマンダーよりずっと速いと感激した際に出た言葉。実際にサラマンダーよりも速いので、その速さに感激するのは問題ないはず。しかしなぜサラマンダーと比べるのか、なぜそれを言葉に出すのか、ここにヨヨの性格の悪さがにじみ出ています。主人公とヨヨは物語開始時点では恋人ですが、敵国にさらわれパルパレオスに心変わりしてしまいます。また夜な夜なヨヨの苦しそうな声が聞こえてくるという明らかな寝取られ発言を聞く主人公。それを踏まえた上でのこのサラマンダーより速い、乗り換えた相手であるパルパレオスのドラゴンが昔の男のサラマンダーより速い、実際それは自分の女が寝取られた瞬間でもあり、ヨヨはそれを理解した上での発言をしたことからかなりの悪女。このクソ女膝に矢を受けてしまった。昔はお前みたいな冒険者だもんな、膝に矢を受けてしまった。こちら、The Elder Scrolls V スカイリムの衛兵が喋るセリフ。会話の内容としては一見特におかしいところはない普通の会話内容ですが、問題はそこではなく、実はこのセリフ、どの町の衛兵も喋る可能性があることなんです。つまりスカイリムの衛兵は全員が膝に矢を受けて引退した元冒険者であるということ。
なんでみんな膝に矢やねんとツッコミを入れてしまうそのシュールさが話題を呼び、2011年頃から海外国内のネットで大流行してしまいました。 RPG においてモブキャラのセリフの使い回しは珍しいことではなく、こんにちはいい天気ですねのような、いかにもモブらしいセリフのコピペは昔からありますやが、延滞理由という普通なら重複しない衝撃的な内容をみんなが言うということ、しかもリアルな雰囲気を持つスカイリムでそれをやったことがインパクトの強さにつながったようです。これについて本作の開発ディレクタートッドハワードは、そんなに頻繁に聞かないと思うけどなとコメントしており、デザイナーのエムリ氏は何百もある衛星のセリフの中でなぜこれだけ注目されたのかと困惑しています。汎用性の高さからか改変もしやすく、昔はお前らのように働いていたのだが膝に矢を受けてしまってな、俺もダイエットをしようと思ったが膝に矢を受けてしまってな、ネタセリフとして使用されることが多々あります。ちなみにスカイリムの舞台のモデルとなった北米の振るい回しとして、膝に矢を受けるイコール片膝をつくイコールプロポーズするという説がありましたが、実際には出どころ不明の都市伝説となってしまいました。こちらはファイナルファンタジー50において主人公ノクトのセリフ。俺な覚悟して帰ってきたんだよ、けどなんかこうしてお前らの顔見たらさ、悪いやっぱつれえわ。このやり取りはエンディングで行われますが、時系列上ではラストダンジョン突入前の話。ストーリーの後半、主人公はラスボスによって10年の眠りに陥れられ、命と引き換えに世界を救う使命を背負うことになります。その10年後、闇に覆われた世界で目覚めた主人公は10年ぶりに仲間たちと再会し、共に最後の戦いに挑みますが、最終的に主人公は使命を全うしスタッフロールへという流れの中でこのエピソードが挿入されます。この言葉が出た理由としては、ヒロインであったルナ・フレーナの影響があります。本作の12章で使命を全うして死んでしまったことを知ったノクトは、その気持ちに気づけなかった申し訳なさで思わず泣き出してしまい、本作の登場人物シロの言っていたことを身をもって体感したノクトは、深く信頼する仲間たちを同じ気持ちにさせたくなかったことによる言葉だと思われます。何にしてもファイナルファンタジー50悲劇的な展開が多いので、やっぱつれえわ。返事がない、ただの屍のようだ。こちらはドラゴンクエスト3以降のドラクエ前作とリメイク版のドラゴンクエスト1で使われるメッセージ、死体に向かって話しかけようとすると表示される定型文です。この文が面白いところは、ドラクエが他の RPG とは違い、話すと調べるが別々のコマンドになっていることが大きく影響しています。というのも、他の大抵の RPG はこれらのコマンドが決定ボタンに統一されているため、死体に向かって話しかけるという概念自体が存在していません。つまり強制的に調べる方が優先され、死んでいるなどの無難なメッセージが返ってくるのみとなっています。一方ドラゴンクエストシリーズでは、死体に向かって調べるを実行しても〇〇は足元を調べた、しかし何も見つからなかったとなり、調べることはできません。そのため死体に話しかけることで応答がなかったことを教えてくれる文と言えます。近年の RPG ではこのシナリオ上の展開として、命を落としたキャラクターはなぜ蘇生魔法や教会の復活の奇跡で救助できないのかという矛盾点に対応するため、戦闘の結果として力尽きたキャラクターに対しては死亡ではなく戦闘不能、瀕死あるいは気絶と表示し、戦闘には参加できない重傷を負っているが死んではいないことにしている作品が多く存在します。しかしドラゴンクエストシリーズにおいては、現代においても頑なに死亡という状態異常を扱い続けていることもドラクエらしさを感じます。おじさんの金玉をあげる。ゲームポケットモンスターに登場する NPC の一人のおじさんが発する言葉、高額換金アイテム金の玉をくれることから金の玉おじさんとしても有名です。年齢はおそらく中年ぐらい、ジェントルマンや大好きクラブのようなおじさんではなく、ただの小太りなおじさん。金の玉おじさんの初登場はポケットモンスター金銀常盤の森の家に隠れており、話しかけると慣れ慣れしく、それはおじさんの金玉、おじさんの金の玉だからねと強調して金の玉を手渡してくれます。このように以降のシリーズで毎度のことを金の玉をくれる金玉おじさん、ダイヤモンドパールプラチナでは殿堂入り後に行けるリゾートエリアにいます。しかも話しかけると堂々と、過ごしたかい、待ちかねたかい、金の玉おじさんだよというふうに、お前らこの言葉待ち望んでたやろと言わんばかりに、ゲフリの思惑たっぷりのセリフとともに金の玉をプレゼントしてきてくれます。プラチナバージョンでは特別にもう一個あげよう、だって金の玉だからねというセリフとともにもう一つプレゼント。しかし最新のソードシールドには金の玉おじさんが存在しません。しかし似たことをしているマスコットキャラクターは存在。そのキャラクターは殿堂入り後のポケモンリーグクリア後にボールにちなんだアイテムをくれます。そしてそれには金の玉はもちろん含まれており、マスコットに扮した正体不明の人物とのことですが、もしかするとこのキャラクターもその血筋なのかもしれません。あなたの近くにも金の玉おじさんがいるかも。
せっかくだからこっちの赤い方を選ぶぜ。せっかくだから俺はこの赤の扉を選ぶぜ。こちらは伝説のクソゲーセガサタンソフトデスクリムゾンのオープニング動画における主人公のセリフで、何がどうせっかくなのかは全く不明で、選ぶも何も扉は一つしかなく、そもそも扉は赤くないというのがシュールすぎて笑えるセリフ。また本作では上から来るぞ気をつけろ、上から来るぞ気をつけろというセリフが存在。こちらはコンバット越前の名セリフの一つ。映像で発言している部分では階段を上がっているところがまたシュール。上から敵は来るが上に行く必要があるため気をつけて進もうという意味らしいです。またニコニコ動画などでは、何かが突然現れる前に関係のない方向に対して〇〇が来るぞ気をつけろと予告するコメントがよく見られますが、何かが現れた後は〇〇からじゃねえかと突っ込むのがお約束となっています。ラリルレロラリルレロ。こちらメタルギアソリッドにおいて極秘の存在であり、特に体内に軍用ナノマシンがある者は愛国者たちという単語を喋ろうとすると強制的にラリルレロという言葉に置き換えられ、名称を口にすることはできないことによるセリフ。その愛国者とはメタルギアシリーズ全体に影を落とすアメリカ合衆国を政治経済軍事などからあらゆる面から支配する謎の組織。初めてその名前が言及されたのはメタルギアソリッド2ですが、その時点ですでにアメリカだけではなく世界中に影響を及ぼしており、その巨大さからシステムや規範の集合体と呼ばれていました。というセンシティブな設定で張り詰めた空気の中、すごい剣末で発されるラリルレロ。こちらはかなりシュールで、シュールさゆえに恐怖さえ覚えるというプレイヤーも少なくなかったはず。ということでいかがだったでしょうか。せっかくだからこっちの赤い方を選ぶぜは本当に意味がわからなくて最高でした。有名になるセリフはやはり応用性がネタ的に使われてしまうのが多いですね。私キャベツも動画の最初の挨拶とか終わりの挨拶とかを考えてるんですけど、ちょっといいのが出てこないんで、みんなよかったら考えてください。次回から使います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録がグッドボタン、ツイッターインスタグラムもやってるんで登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。あらまた。